も TBS アナウンサーのうなえりさです。今日は以前もプレイしましたバイオハザードレジスタンスに挑戦していきます。まあ以前の動画ではですね、脱出まで導けなかったので、今回はこの私の腕で絶対に脱出までみんなを導きます。このゲームはね、結構プレイヤーの中でもやってる方だと思うので、私がキャリーするよ。そんな気持ちでやります。私がキャリーするよ。本当にこのゲーム負けるときはファーストステージであっさり負けちゃうんですけど、勝った時の気持ちよさね。あー、これちょっとバレリーがいないとな。こういう時にですね、みんな自分が使いたいキャラを使うと、回復役いないと正直成り立たないゲームなんですよ。だから私はちょっとジルを諦めて回復役に回ります。みんな絶対譲んないんですよね。なんか本当に上手いプレイヤーが揃えば回復みんなセルフで全部やるんですけど、基本的にはこのバレリーがいないと。うーわ、ランク135だってアネット。でも仲間見ると全員ランクが能力最大値超えてるので、これは期待できる。しかもサミュエル上手い人本当強いので、このサミュエルに期待したい。このアネットはあれですね、皆さんご存知、アネット・バーキン、バイオ2で出てきます。シェリーのお母さん。時が違えば仲良くなれたのか。できるだけ楽に死なせてあげる。 OK、 最初からショットガンがあったんでショットガン買います。そして元々のハンドガンを捨て、私は行く。それ自体は初動の速さが大事。これはね、これも兄と一時期すっごい毎日やってたんですけど、本当私がその荷物整理でもたもたしてんと、それだけで怒ってくるんですよ。あのさ、このゲーム初動が大事なの分かるみたいな感じで、いつまで時間かけてんの、その間に敵に配置されちゃうの分かるみたいな感じで、ね、詰められるんですよ。初動が大事。あ、もう一個あるじゃん。それを使うのを試してみてると思わないで。うわー、待って、ちょっともう一人ライフ赤になってる。何か見えるかも。あっちに敵集中させられてる。これどこにいるの、みんなこっちか。頑張って、逃げるんだ。ナイス。もうショットガンは本当にあんまりこうエイム力を問われないので楽しい。あれ、まだ、あと1個。おお、これいいね。もう3つ揃ってる。かつまだ4分もある。これはいい、これはいい。ステージ2でね6分以上あったらもうこれはかなり調子いいです。続いて警備員ゾンビを探してカードキーをスライドさせるっていう。どうしよっかな、何買おっかな。河川工だな。 OK、 OK。 多分こっちだね。もういっぱいいる。さあ、ターミエル頼むぜ。いいね、こういう時に。ちょっと待った。あ、いいね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 。火力が欲しい。あー、全然当たってない。ちょっと言い過ぎでしょ。ちょっと敵多すぎて。こ
ここはちょっともうサミュエルのパンチ力にすごい力を借りたい。ナイス。うん、ちょっと待って、あ、私だけのために使うのもな。ちょっと待った、これ使おう。あー、メッカ、メッカ当たって、お、ナイスナイス。さあ、まだ警備員探せてないんですけど、どっかにいるんで。使えるものがあるはずよ。ちょっと弾がない。私自身で何とかしない。ちょっときついな。使っちゃった。あー、やばい、来た、 G が来た。やめてやめて、あんた、あんたやめて、あんたやめて。よく見てみれば。お、ちょっとすごい狙われてんだけど、ちょ、勘弁してよ。私逃げる。私にそんな火力はないの。私はただの回復役なの。あ、でもなんかそのおかげで、私が引きつけてるおかげでだいぶ進んでる。あ、弾なくなっちゃった。どうしよう、もうやれることがない、武器がない。助けて助けて。ちょっと武器から持ってきます。いく、まさしく計画通り。戻って戻って戻って、見えない。戻って武器を買いたい。戻って武器が欲しい。ここどこ？あ、戻ってきてる。ちょっと待って、ごめんごめん、何も力になれなくてごめん、ありがとう。大丈夫か？きっと見つかるわ。みんなを回復させてあげたい。ちょ、ベッカどこにいるの？あ、いた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 、よかったよかった。 OKOK、 これで一回みんなの体力を回復し、体勢を整え、このよしよし、 OK、 全部できたということで、玄関までペッカ頼むぜ。マチルダか。また G が出てきた。どうしよう、閃光がない。もうカオスカオス。もうこれ一回逃げるもありなんだよな。あいや無理だな、これ回復させんの。ごめん、私今もうないんだ何にも。これ掴まれたら閃光手榴弾か手榴弾を。もうダメだ。みんなこんな風に死ぬのよ。助けろ、助けた。ビッカが動いてない。オッケーオッケーオッケー。私今もう丸腰ね、弾ゼロ。いや、ほんとアネットの物量、アネットの物量凄まじいな。もうここに来れば、全員がここまで来られれば次のステージ行けるんですけど、みんな来れるかな。私もう武器がないから。あ、オッケーオッケーオッケー、ラスト5分以上ある。第3ステージ5分以上あればいけるんじゃないか。次の映画であなたたちは死ぬ。ちょっと待って、まだ、あ、OK、 溜まってた溜まってた。みんな待って、回復して、ここで毒を癒して。
よし。よし。やばい。もう出る前からこの量を発生させるって鬼だよな。いやちょっとね、とはいえとはいや全然調子は良くない、全然余裕はない。てかこのキラーはとにかく大量のクリーチャーを生産できるんですけど、そのせいで必ず最終ステージめっちゃ重くなるんですよね。めっちゃラグい。あの光ってるのがコアなんで、あれを3つ壊すなきゃいけないんだけど、果たしていかほど。降ろされたまあいいや。次は次あげる？次どこ？次は上のあの端のだ。もうこの。てかあそこやばいな。大丈夫かな、あそこにどっかいんのかな。でも今もうこれ、これを壊す、これを壊す、とにかくこれを壊す。やばい、なんかやばいのできた、やばいのできた。掴まれたら終わる、掴まれたら終わる、掴まれた、掴まれたらどころか、掴まれたどころかその前に終わる。掴まれる云々の前に終わる。終わった。あーナイス、さすが、さすが、さすがだよ。いやもうサミュエル大活躍だ、ほんとありがとう。どんだけボコボコにされてんだ私、これどんだけボコボコにされたら気が済むんだ私は。ありがとう、何もできなかった。この2人がすごくいい、これ勝てそう、2人のおかげで。おお、こんなのありえない、仲間が強い。あ、買う。もうこれはどうしましょう。火炎瓶3個買う。怒ってる。いやー今回なんか思った以上に、あ、これどうやって行くんだっけ、思った以上に仲間がうまくて、なんかすごい助かってるっていうか、みんなのおかげ。全然そんなやっぱサミュエルいると違うな。これ上登ってでもう一回ね、もう一回多分 G 出てくる、この時間だと。であと1分ぐらいここで耐え忍べれば勝てます。多分あともう一回 G 出てくるから、私もうかつにあんまり回復起きたくない。すごい出てきた、出てきた、出てきた。火炎瓶で焼く、焼き尽くす、焼かれろ、焼かれろ、うらあーあーもうない、誰か火炎瓶
これこそチームプレー。やったわ、脱出成功よ。失敗してた確率を知りたい。チームプレーです。これがオンラインで生まれるチームプレー。素晴らしい。あ、ほらみんなスコアがとってもいい。これ誰一人としてその何仕事をしてなかった人がいないっていうぐらいいい評価でクリアまあこのゲーム非常に見てても多分忙しくて何が起きてるかちょっとわからないと思う方いるかと思うんですけど、実際やってみると自分の役割とか立ち回りっていうのがだんだん分かってきて求められてるっていう感覚も得られて非常にやりがいあるので、本当にみんなにやってほしい。引き続きこのゲーム応援していきたいと思います。ではこの動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。